ミリカホールミリカホールは、かつて毎日放送の公開用ホールとして、大阪府水田市千里岡北一の一の千里級、放送センター内にあった施設。ミリカホールは、公開用ホールを中心とする4階建ての施設であった。客席は477席で460.5平方メートル、ステージ部分は695.6平方メートルあった。 3階にはホテル並みの宿泊室も完備しており、出演タレントや協力局社員及び一部の下請けスタッフが使用していた。なお、同じ JNN 系列 TV 局では中部日本放送が CBC ホールを設置している。過去には東京放送が TBS ホールを設置していたが、赤坂再開発計画により現在は閉鎖、解体され、赤坂サカスになっている。また、 同じ NRN 系列ラジオ局では、STV ラジオ本社に併設されている STV ホールがある。1967年9月1日、千里急放送センター内に放送会館を建設する計画が発表された。当初は、千里急寮で開催される万国博覧会を記念して建設する万国博メモリアルスタジオビルとして、 4950平方メートルの公開用ホールと同じく4950平方メートルで高さ45メートルのタワービルの二棟を建てる計画だった。しかし施設の有効活用やその是非に疑問の声が上がりその後計画は大幅に修正されタワービルは計画そのものが中止また万国博メモリアルスタジオビルも計画が縮小され名称も最終的には ミリカホールとなった。1968年5月11日に地震祭が行われ、総工費15億円をかけて建設された。1969年8月23日に完成し、9月1日には開館式が取り行われている。ミリカは山桃の学名であり、かつて千里級放送センター建設予定地に一本の山桃の老樹があったことに由来する。 1990年9月1日に完成した大阪市北区茶屋町の新社屋にギャラクシーホールが設置されたことに伴い、ミリカホールの役割はギャラクシーホールに引き継がれ、後に閉鎖されるに至った。現在は解体されており、ミリカホール跡地を含む地里急放送センター跡地は再開発により大規模なマンション群、ミリカヒルズが建設されている。詳細は、 ちさときゅう放送センターの港を参照のこと。わちゃやまちいても引き続きちさときゅうで収録もしくは生放送。ありがとうございます。